こんにちは、マスローです。今回は海外のポケモンカードシリーズ最後ですね、ザシアンセットとこのリザードンセットと、もちょっと箱が大きくてね、あの画面に全然映りきらないんですけど、ニンフィアセットとドラパルドセット、これ4つのセットと、これもすごいでかいね、これプライムコレクション、アマゾンのやつかな、これもでかくて入りきらないんだよね。こんな感じになってるんですけど、これを部分的にサプライズ紹介して、まあ、最後にセレブレーションパック開けて紹介したいと思います。まずはザシアンピンコレクションですね。このピンバッジとザシアン X のカードが入ってるボックスですね。こういう系の、 あの海外のサプライってなんかすごい脆弱な箱に作られてて、折れとかがすごい激しいらしいんですよね。あの備品でこう送ってくれるセイラーさんにはね、こう感謝しないといけないですね。海外のサプライはこう箱がすごい大げさですよね。これジャンボカードはこれついてないんだよね、これね。開けるとこんな感じで、パック4枚と普通のパック2枚ですね、ブースターパック。このピンバッジがすごくおしゃれなんですよね。これが確かこう反対に、これね、クリンともあって、コードが入ってるのと、また後でじっくり紹介しましょう。続いて、ニンフィアボックスですね。ダークニンフィア V のボックスです。悪いニンフィアと悪いニンフィアのジャンボカードが入ってるんですね。これもこれすごい大げさな箱に入ってますね。これだけですね。これでリザードン、アタルのリザードンのジャンボカードセットですね。これはちょっと箱が傷んでましたね。これがねなかったらもう全部未開封で取っとこうかなと思ってなんですけど、ね、これもすごい大げさな箱に入ってますね。でドラパルド、グレート、ドラパルドグレートですね、これね。こっちはジャンボカードもついてますね。あとコイン、デカコインがついてますね。ドラパルドの方にはこのジャンボカードとこれがついてるんですよね、このカードファイル。これはでもあの普通のサイズのやつですね。いやこれいいね。あーでもこれなんかすごい変形がすごいね、これね。最後にこのプライムコレクション、これあのチンカンが入ってるんですよね。ティンカンが開けたらこんな感じですね。このチンカンとティンカンとあのジャンボカードのファイルが入ってる、これが欲しかったんですよね。ただね、これね、あの単品で買っちゃったんですよね、メルカリで。お、あれこれ、そっか、これが入ってるね。ミミッキュシデルタシュとストリンダーの優しいストリンダー、あとあのサザンドラとドラパルト、あとでちゃんと見せましょう。すごい大げさな箱に入ってるんだけど、ここは底上げだけだね。でパックが何枚か入って、あ、ここに無造作にドラパルトが入れられてる。まあ、傷はついてないけどね。ティンカンにドラパルドボックスと25周年のあのでっかいファイルがこう入ってるって感じですね。コインもついてますね。これでもこの箱がすごく使えそうだよな。最後このティンカンを開けて一通りサプライが揃うので紹介しましょう。このティンカンがまたおしゃれですよね、これね。子供のおもちゃ箱にいいですよね、こういうのね。いいね。ここにこうなってるね。おお、コインが入ってるね。でこれこれ、このね、このデルタ種と優しいストリンダーとこのキューラ仕様のホロがすごくいいですね。お、結構入ってますね、パック。もうティンカンはもうこれだけでおしまい。これも底上げだけ、これなんか入ってるね。あー、この多分小さいあの4分の1サイズの、カードケースですね、ポケットサイズの。これはあ、これメモ帳だね。これ
これはいいね、これね。使うのはもったいないけどね。あ、シール。これ何使うんだろう。シール。やっぱり子供向けな感じになってるのかな、もうね。シール。で、申し訳なさせ程度に説明書が入ってますね。いいね。はい、こんな感じですね。ジャンボカードは、これ単品でちょっと買ったんですけど、なんかピカチュウが付いてるファイルがあって、いや、これもいいですね、これね。有田光弘先生のピカチュウ。その前に当てた、その、あのピカチュウ V ユニオンね、これいいですね、これね。そっから、さっき当てたやつらを。ニーヴィア。これミミックたちがすごく綺麗なんですよね。あの、キューラみたいなこの水玉風呂になっててね。これ優しいストリンガーとかもすごい綺麗ですね。サザンドラ。ドラパルド。で結構海外のものか、海外のやつ買うと、ジャンボカードついてることが多くて、このジャンボカードの、あの、処遇に困ってたんですけど、まあ、いい機会だったので、これ買いました。これいいですね。で、まずアタルのリザードンですね。ジャンボカードと一緒に入ってましたね。石川秀樹先生ですね。ああ。リザードン使ってるってことは、金銀の渡るですね、これね。悪いニンフィア。悪い顔してますね、これね。これは、布施龍太先生ですね。ああ。やっぱ悪さは背中で語るんですよね。この、悪いリザードン的なね。で、ドラパルドグレートですね、これね。レジェンドシリーズの時にグレートって言ったんですけど、こうなんか顔がドアップでこう映って。これ5番グラフィックスですね。で、ザシアン X ですね。これもいいですね。X って何だったっけ？これザシアンの上に置く、置いて使うんだよね。これ公式戦では使えないって書いてますね。で、ミミッキュ、ストリンダ、サザンドラ。これチンカンに生えてるやつですね。ティンカン。この水玉フォロがすごく綺麗ですね。デルタシュミミック。なんかこの水晶がまたいいですね。水タイプのミミックとかもう二度と現れないと思うんで、貴重だと思いますね。優しいストリンダ。いやーもうこれ木村直哉先生ですね。さっきのデルタシミミッキーは、ハスノー先生ですね。なんて木村直哉先生ですね。優しいポケモンといったらもう木村直哉先生か西田敦子先生ですもんね。このね、あの水彩画調の綺麗なイラストですね。謎の草たちにこう、なんか歌歌ってるんですかね、これね。で、サザンドラ。SP ですね。これ川代先生ですね。で、最後に、こんなにあるこの、セレブレーションパック。まあこれをバーッと開けて、おしまいにします。まあ、1パックコードプレゼントしますね。はい、これあげます。はい、全部で23パックあって、まず最初に10パック開けました。見ていきます。おお、あ、誕生日ピカチュウ、これ3枚目ですね。これピカチュウ系が、そう、あ、ブラストイズ、あ、これ3枚目ですね。うっす。おお、グラードいいね。あ、プロフェッサー大木戸 PTC 事情でも当てて使ってますね。おお、これ3枚目ちょっとかぶり多いな。うわ、渋。はい、以上になります。ご視聴ありがとうございました。